ストリアのラウトーワ、ユリア・ボロビエヴァ。11番ユリア・ボロビエヴァさん、アゼルバイジャン。さあ得意のスピンをたっぷりと堪能してください。アゼルバイジャン、息の長いスケーターユリア・ボロビエヴァ、23歳。苦しんでいったルッツはどうでしょう。あーっと3回転までいきません。フリップは3回転、手をついた、ダブルトーは入れた。トリプルトー、曲はトロイカに変わりました。3回転経ちました。ループトリプル成功、ダブルトーもつけました。トリプルフリップにもう一回行った。曲はカリンカ。アクセル、ループループ、トリプルトー。さあそしてスピン、最後は見せます得意のコンビネーションスピンです。スピンのボロビエは終盤盛り上げましたが、前半のジャンプが思うようにちょっといきませんでした。再度フリップ成功させようとトライしましたが、終盤それも叶いませんでした。
それにしても残りあとラストというところになって30秒近いスピン、これはループジャンプ、いわゆるトリプルダブル、3回転2回転をコンビネーションジャンプ成功、そしてサイドウェイズリーニングスピンからキャメル、そしてそのままの足でシット、さらにアップライトからもう一度ギアチェンジでエンジンフル回転で持っていきます。これはスロービデオです。それでもこの速さ、時計を見ていましたら3分42秒から4分8秒まで26秒間スピンをやっていました。4分間という女子シングルフリーの時間がありますが、前後10秒間は OK です。音楽がかかってからではなく、選手が演技を開始、動き始めてから時間を計ります。テクニカルメリットは5点台、まあ、スピンはアピールしますが、ジャンプの失敗もありまして、プレゼンテーションは幾分上がると思いますが、5点台がそれでも半分、11人滑ってフリーが5位、トータルで5位、ラフレンシュクトップ、日本荒川2位、オーストリアラウトーは3位です。